吉野です。今日はね、男性が婚活を成功させるブルーオーシャン戦略の秘訣トップ10ということで、ね、後半お話しさせていただきます。婚活がなかなかうまくいかない、こんな頑張ってるのになんてね思う方あると思うんですけれども、その思考の根源は実は見ている方向が間違ってる、狙ってる女性が間違ってるということはね結構あるんですね。で、この婚活がうまくいかない最も大きな要因はライバル、自分が負けてるということなので、今回どのようにしたら婚活でライバルをなくす、そして独り勝ちができるのか、実はねすごく素敵な女性なんだけど見落としてるよっていうね、とっても狙い目の女性について、 MBA 心理カウンセラー、臨床心理療法士の資格を持ち私が持っており、そしてスマートブライダル婚活最前線のね現場を見ているこの立場から、そしてねMBA を持ってますので少し計画を絡めたお話ししたいと思います。で、今回はね第5位から第1位です。前回は第10位から第6位を話してますので、これ、ね、全部ご覧になることで婚活強者になりますので、もしね前回の動画見ていない方はぜひね前の動画をご覧いただければと思います。で、実はね今回なんでこの動画話そうかと思ったらって理由なんですが、うちでね成婚してお子さんが生まれた方いらっしゃるんですよ。ちょっと名前隠しますね。前の動画でご紹介したんですけども、ね、ありがとうございます。で、その成婚した方が結婚式も呼んでくださった方なんですけども、お子さんが生まれましてね、でちょっとそれのねお祝いを送ったらうち祝いということでね、すごい可愛い名前でね、本当になんか皆さんに発表したいぐらいな、まあでも個人情報自体はね伏せるんですがね、素敵なね出産でねメッセージカードもいただいたんですけども、でそういうことで生まれた方がいるんですけど、実はこの方がねブルーオーシャン戦略、この男性女性カップルともにブルーオーシャン戦略を取って、そして見事ね結婚したんですね。なので、まあ、うちのスマートブライダル成婚された方もこのブルーオーシャン戦略を私は実は取るように、こっそりこっそりこんな風な人に申し込んでみたとかね、この人うまくいくといいよねとか結構ねアドバイス入れてるんですね。で、うちのスマートブライダル で成婚された方が取ってる手法とか心理学的なことを話そうと思って、今日はこの動画を撮りました。そして本出てます、 Amazon で第1位取りました、ね、で、あとこれAmazon にレビューいただいた方限定で、私の方で断られないデートの誘い方っていうことね、3つポイント心理学的な方法で話してますので、よかったらねレビューもください。で、ね、早速あります。まずね、この婚活というレッドオーシャンの中でブルーオーシャン戦略を取った結果ね、うちの成婚率、入籍率 95%、 入会希望者もたくさんいて、なのでぜひね婚活のブルーオーシャン戦略を取っていただきたいなと思うんですが、うちはねまず数あるスマートブライダルのブルーオーシャン戦略の中から、今日はね誰でも実践できるシンプルかつ成果の出やすい簡単なものをね前編と後編に分けてます。で、本来は戦略キャンパスとかね、新しい市場を作り上げるとか様々な方法があるんですよ。ただ今回は汎用性の高いものを限定してお話をしてます。でね、まずね、皆さんブルーオーシャンって何だろうっていうのをご存知ですかね。まずね、レッドオーシャン、ブルーオーシャンの話をすると、レッドオーシャンというのはライバルが多くて血の海の中で戦っている状態、そしてブルーオーシャンは独自戦略で優位性を持たせて独り勝ちの状態なんですよ。なのでこの婚活というブルーオーシャン、レッドオーシャンの中から自分を優位性立たせて、で独り勝ちをしていこうというようなことをうちはやっているということですね。でね、その中でね、じゃあ皆さんが取れる方法ということで、まず早速ご紹介します。なんと第5位。第5位は地方住まいです。地方住まい。ね、ダサいとか、住む場所が遠いとかっていうことでね、結構皆さん敬遠されるんですね。もう、でも、実はこの地方住まいの方というのは、純粋だったりとか、純朴な方がとっても多いんですよ。で、派手さがなくって、金遣いも荒くないので、非常に堅実的です。さらにこれ皆さんね、なかなか盲点だと思うんですが、都会に住む女性よりも比較をするとサプライズのハードルが低いんですよ。やっぱりこの言い方はあるんですが、私は地方にもね転勤で住んでたから、それで住んでた立場だからはっきり申し上げるんですけども、都会とね地方って比べると違うんですよ。やっぱり物とか情報量とか道を歩いててもとか手に入るものが全く違います。だから都会に住んでる女性の方がサプライズにすごく慣れてるんですね。でも地方に住む方というのはそんなもうおしゃれなものっていうのはそこまで、まあ今ねネットとかでいろいろありますけれども、やっぱりねちょっとね都会に住む方と比べるとサプライズを受ける機会はやっぱり少ないんですね。物が少なかったりとか環境が違ったりとかするので、なので同じサプライズをしてもすごく喜んでくれるんですね。だからこそサプライズのハードルが低いので女性を喜ばせやすい、そして何ならそれは何かというと自分に夢中にさせることができるということなんですね。
さらにやっぱり地方の方というのは結婚相手としてもやっぱり堅実的なんですね。金遣いが荒くないので、すごく東京とかなんかもいくらでも遊ぶものがありますよね。歌舞伎町タワーとかオープンしたとかね、いうのでウェーって遊ぶとこいっぱいあるんですけど、地方はそんなことないので、やっぱりね、お金を使って遊ぶということそこまで慣れてないんです。だからこそ堅実的で安心で、お金を湯水に使うというような癖があまり身についてないということです。で、その遠距離の方はじゃあどうしたらいいのってことなんですが、オンラインとリアルを組み合わせたデートをすればいいだけなんですよ。スマートブライダルの会員さんはこの遠距離成婚がすごく多いですね。もう本当にしかも皆さん幸せそうですね。もう本当多いですよ。秋田と東京っていうカップルもね、今月先月でも何組もいましたし、新潟と東京もいるし、大阪と東京もいるし、北海道と沖縄もいますし、北海道と大阪もいますし、神奈川と金沢、ちょっと言葉似てますけどね、とかいらっしゃいますし、本当に、ね、四国と九州もいたりとか、関東と北海道とか、北海道と九州、四国、もう本当に、ね、あっちこっちゃなんですね。やっぱね、多いですよ。すごくやっぱ土地と結婚するか人と結婚するか、皆さん人を選んでることなんですけどもね。なので遠距離って大変だと思うんですが、意外とこれなんとかなるんですね。なのでやっぱり地方の女性狙い目です。次、第4位は子供を希望しない女性です。子供を希望しない女性、さっきのね、第5位でちょっと補足をすると、地方に住んでる女性は男性あまり申し込みません。やっぱり近いところ住ませたいから。だからこそ女性が余りやすい傾向があるので、意外とチャンスということですね。では次ですね、第4位は子供を望まない女性ですね。婚活男性というのは子供を求めて、活動するということが多いと思います。で、男性が婚活をする理由第1位というのは、子供が欲しいかというのはもう統計でも出てるぐらいなんで、だからこそ競争率が、子供を求める女性とか子供を産めそうだなと思う年齢とかって女性はとても競争倍率が高いんですよ。でも実際ね、実際私が不妊治療を経験してその現場をたくさん見てきて分かったんですが、子供ができるかどうか分かりません。で、WHO の発表では不妊の原因の半分は男性にあるというふうに言われてます。しかし男性不妊はすごい大変なんですよ。皆さんね、ご存知ですか？男性不妊をどうやったら克服するかって、これね、精子の数が少ない方もすごく多いんですが、もうそういう時っていうのは睾丸を切り開いて、で中の精子を取り出して、で女性に体外受精をさせるということなんですよ。睾丸切るんですよ。もうめっちゃ痛いですよね。だから痛いなんてもんじゃないと思うんです。だってね、打った時痛いじゃないですか。打ったら皆さん痛くて縮こまると思うんですけども、こんなもんじゃないってことなんですよ。これ切り開きますから ね。だから本当に実は男性不妊の方が女性の不妊治療よりもすごい大変なんですよ。すごい辛い、もう本当大変だろうなと思います。だからもう本当すごい辛い思いしないといけないということなんですが、ただね、子供を希望しない女性だったらそんな苦労なくなるんですね。で、子供を希望しないというふうに思っていても、女性側がね、相手の男性次第で欲しいというふうに変わるケース結構多いんですよ。うちの会員さんも最初、私子供欲しくないんです、だって出産とか痛そうだし大変そうだし、子供にお金かかりそうだし、そんなことだったら私たち夫婦で幸せに暮らした方がいいですっていう方最近増えてます。でも実際に結婚したら、なんか出産しましたとかね、なんか子供作りました、できましたとかって話を結構聞くんですね。どうしたのって聞いたら、彼の子供だから欲しくなっちゃって、どうしても会いたくなっちゃったんです、私たちの子供にってことなんですよ。だからやっぱりね、活動中に子供が欲しくないと言っていても、実際に結婚したら相手の男性がね、要は皆さんがその女性にとって魅力的であればあるほど、あなたとの子供が欲しくなるという方も増えますので、やっぱりそういうこともあります。だから意外とね、変わることあるんですね。そしてじゃあ子供をね、望まないままだったらどうなるかというと、子供がいないディンクスのメリットとしては、やっぱり2人の可処分所得が増えるんですよ。で、自由の選択肢が広がったりとか、あと子供に振り回されないので好きに旅行行ったりとかね、あと子供が入っちゃいけないってレッスンいっぱいありますので、小学生以下入れませんっていうね、レッスンすごいいっぱいあるので、そんなこと関係なくね、おしゃれなレッスンいっぱい入れます。でさらに2人で旅行とか趣味を満喫できますので、でなんか犬とか動物とかも飼おうと思ってもね、もうすごくその動物に愛情を集中して傾けることもできますし、意外と子供がいない生活も楽しかったりしますので、それはそれでありだと思います。だからこそ子供を望まない人に狙うのは意外と狙い目だったりします。次、第3位です。第3位はなんと婚歴のある女性です。婚歴のある女性、
これね、男性は何でかというと、これね、心理学的な話なんですが、男性は心理学的に他の遺伝子を体に取り込んでいるリスクとか、あと自分の遺伝子を残す数が少なそうと思う感じる女性に対しては拒絶反応を起こすことが実は多いんです。これ無意識化に起きます。意識じゃなくて無意識的に起きるんですね。しかし子供がいるのではなくって、離婚だけを経験してるんだったら実はそれ関係ないですよね。相手の遺伝子なんかもね、結婚相談所とかの活動なんか独身証明とかもあるし、体の関係 NG なんで、もう誰かのね、なんか知らない男性の子供身ごもってることもまずないですしね。でやっぱり子供がいないということもね、ちゃんと確認取ったりとかして活動してますので、やっぱり結婚しているだけで、一回婚歴があるだけで実は関係なかったりします。でやっぱね、しかしまあそれでもね、やっぱりなんで結婚してたの、離婚したの気になるわって男性いらっしゃるかと思うんですよ。これはね、離婚原因確認していけばいいだけのことなんですよ、ね、それでその離婚からとか前の結婚生活から何を学んでいるかということがとっても大事なので、それをねちゃんと自分の中にこうちゃんとインプットして自分事として捉えていれば同じようなこと起きませんので、だから心配する人はないんですね。で石器時代からね、脳の思考回路っていうのがあって、石器時代からの脳の思考回路が他の男性の遺伝子を取り込んでいる女性は嫌だっていうところなので、婚歴はだからある人は女性は嫌だっていうふうに避ける人が増えてくるってことなんですね。なのでこういう脳のね、余計なノイズに振り回されないということがとっても大事であるということです。でそういう女性というのはやっぱり、ね、結婚の現実を知っているから夢物語ではなくって、地に足のついたね、その信頼感というもの、安心感、思考があるということです。で失敗から学んでますし、少なくとも同じ間違いないです。で経験値が未婚者よりも高いということなので、もう白馬に乗った王子様を待つようなね、そんな人はまずまずほとんどいないかなと、まあ、中に一部いますけどね、そこは見極めればいいだけのことなので、なので婚歴のある女性で実は狙い目だったりします。そして第2位です。堂々の第2位、これは年上を狙うということです。子供が欲しくないとか、あとまだ結婚には早いという方が今増えてきてるんですよね。で上位はどれもその理由としては経済的理由によるものが多いということです。なので年上で稼いでいる女性を狙えばそれ全部解決できますよね。一発解決ですよ。で子供が欲しいという男性は結構多いと思うんですけれども、すでに女性は30歳になった時点で生殖機能が衰えています。これ皆さん意外だと思うんですが、32歳ぐらいがいいです、5歳ぐらいがいいですとか言っても、もう生殖機能ね、もう20代じゃないですか、みんな衰えてますからね。でそれは男性も同様です。男性も30代になったら、ね、生殖機能衰えますので、さらに WHO から不妊の、ね、半分の原因は男性にあるよって言われてるから、やっぱり若い女性と結婚すれば子供ができるというのはただの思い込みでしかありません、ね、だから自分よりも年収の高い、ね、女性というのはこう男性としてプライドがあったからちょっと引いちゃうとかいう、ね、そんな気になる方はもうね、高い年収を取れる秘訣を自分がその女性から学び取って自分が実践すればいいっていうことなんですよ。全てそうなんですが、環境がなければどうしたらいいかが分からないんですよ。だけど身近に高年収を取る女性がいるということは、どうしたら高年収を取ることができるか、自分もそのポジションをつくことができるか、これを自然に学ぶことができるんですね。もうすごい近くにいい人がいるわけなので、ぜひこれはね、学び取っていただくのがいいかなと。でそこから学んで実践すればいいだけのことですね。で相手女性が要は年上ということはね、その親御様はね、これ皆さん本当に盲点だと思います。これすごく盲点なんですが、相手が年上女性ということは、その親御様はさらに年上なんですよ。で年配である可能性が非常に高いんですね。ということはどういうことかというと、早めに亡くなるということなんですね。自分たちの、ね、親御様よりも一世代先に亡くなったりすることがあるということなんですよ。でそうすると自分たちの老後を楽しめるのは当然なんですが、相手女性の親御様を大切にしてあげれば、次世代の自分の親御様を相手女性に大切にしてくれるんですよ。要するにどういうことかというと、年上の女性と結婚します、この人の親御様もっと上ですということは、自分の親よりも女性の親の方が早くに介護が必要で、なんなら亡くなってるかも、こっちの世話サポートを大事にしてあげることによって、女性は自分の親のこともすごく大事にしてくれる。これで偏方性が働くと。なので結構婚活されてる方は、自分は長男だからとか、自分は自分の親の面倒を見たいからっていう方いるんですが、そういう方こそ年を狙ってほしいです、ね、そうすることによってやっぱりその自分の親御様を相手の女性は大事に見てくれる。そして親の面倒をする時期はずれますのでね、これすごいチャンスなんですよ、ね、だから必要的に大事にしてくれます。だからどちらがどちらの親を見るという問題はそもそも考える必要がないということなんです。
これね、うちもそうなんですよ。私の両親はもう80過ぎてます。でなかなかもうちょっと介護が必要な状態だったりとかして、デイサービスにも行ってたりとかね、入院してたりとかって結構するんですけれども、私の親は80以上だけど、うちの夫14歳年下なんですが、うちの夫の親御様はもうまだまだ定年退職どうだろうというね、そのもう本当若いんですよ、2、30歳違うので。だからうちの両親が今介護ですけれども、亡くなってからもうちの夫の介護が、親御様の介護が始まるまでもう10年20年間空くような状態ですね。だからすごい楽ですよ本当に。どっちもしっかり面倒を見ることができるなっていうところなんで、だからそもそもね、もうどっちの親見るってもね、考える必要がなくなります。さらに年上の女性というのは包容力があるので、ごちゃごちゃとすぐ切れたりとかわがままを言うような女性とは違う上に安定感があるんです。まあ一部ね例外の人いますけどね。で例えばあのデートに遅刻ねしただけでね、あ、なんかこの人失礼だわ、もうパシンって切りますわみたいなこともなくて、本当包容力あります。例えば私なんかはうちの夫とデートの時に、うちの夫がうちから夫の家まで車で2時間だったんですよ、当時ね交際してた時で。ちょっとムーミンパーク行こうとかいう話になって、そこちょうどオープンしたばかり、結構混んでたんですよ。で私がもう朝5時とか6時に起きて、2時間かけて6時ぐらいに家を出て、朝8時かなに夫の家まで迎えに行って、で夫がなかなか出てこないなと、でどうしたんだろうみたいな、まあ、夫の家に着いて夫も車を持っていたので、そこから夫の車に乗り換えていこうか私の車で行こうかみたいな話があったんですけども、まあ、そもそもね相手の家の方まで年上の女性だったら迎えに行ったりとかするの、フットワークも軽かったりとかしますし、車お金があればね車持ってたりとかしますし、っていうことで結構フットワーク軽く動きたりとか、で相手の家の方まで行く包容力もあったりとかで行ったんだけど、一向に起きてこないんですよ。結局私2時間待ちました、うちの夫が起きてくるまで。どうしたのって聞いたら、前の日飲んでてなんかちょっとお酒残っちゃってなんか寝ぼけちゃって寝坊しちゃったみたいなね。でも私全然怒らなかったんですよね。なんでかというと、まあこれでね、普通同世代の女性だったら切れて怒って帰るだろうなと思うんですけど、これも年上の女性だしね、まあ若いうちね飲んでね弾けてねちょっと寝ちゃってね朝起きれないっていうのはあるだろうと、まあ確かに若い頃ってそういうことあるよねっていうふうにもう流せるんですよ。だったらね、もう遅れてきてもどうせデート行くことには変わらないのであれば、じゃあもうしょうがないねっていうことで、まあ、回れるところは少なくなっちゃうけど、でも楽しもうよっていうことで、私結構怒ることもなく、その分美味しいご飯おごってくれたら許してあげるって言ってニコ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 笑っていて、でそれでまあちょっと美味しいご飯おごってもらって、でもね美味しいもの食べられて私はラッキーだし、うちの夫としては遅刻したけどなんかすごい笑顔でなんかデート楽しくしてくれたしっていうことで、すごい楽しかったんですね。っていうことがやっぱり他の同世代の女性、年下女性にはないものだっていうね、こういうねいろんな包容力というものが出し方があるので、そこで私は差をつけてうちの夫から見染められたっていうのもあったりとかするんですけど、やっぱりね包容力は全然違いますので、その辺はね年上女性の得な点だと思いますよ。皆さんでぜひね、年上女性だったらすごい楽ですからね。そしてなんと堂々の第1位はふくよか、太ってる人ですね。もう要はおデブちゃんですね。おデブちゃんはね人気ありません。これ男性女性ともに言いますが、デブ戦で言いますけど、まあ人気ないです。太ってる人本当モテないです。もうガチモテない。もうお見合いとかなかなか決まんない、余る。でも性格いい。まあね、どこだかというと、まあね、おデブちゃんね要は人気ないからお申し込みあんまないんですよ。だからこそやっぱりお見合いが組みやすいんですね。でお見合い組みやすいし、ライバルが少ないから成婚しやすいんですよ。でも皆さんね、俺デブ嫌なんだよなって方いらっしゃると思うんですが、すごい気持ちわかります。私も自分が太ってるのが嫌なんでダイエットしたんですけど、でも体型ってねいくらでも変えることができるんですよ。これ私が立証してみせました。私なんですが今46歳です。私もともとモデルも趣味でしていたのですごく細かったんですよ。もう本当にモデルした時は39キロとか、身長150センチなんですけど39とか40キロとかでもすごく細かったんですね。でも妊娠考えた時に、皆さんこれ盲点ですよ、痩せすぎな人、痩せてる人は妊娠しにくいです、子供できにくいですよ。なので私痩せすぎだったので妊娠率が下がるということを言われていたから、頑張って太ったんですよ。体重増やしました、子供作るためのために。で出産する頃には体重実はね60キロまで増えてたんですよ。ね、身長150センチ60キロなかなかじゃないですか。60キロまで行ったんだけど、3ヶ月半、1月から4月の半ばまでの間のこの3ヶ月半でなんと18キロのダイエットに成功しました。要するに体重なんていくらでもどうとでもなるということですよ。
46歳ですよ。46歳の女性で不妊治療3年ぐらい続けてたから、やっぱりね60キロの体重が3年半続いてたようなもんですよ。だから太ったばっかりの人はね痩せやすいんですけど、私はその太った体重が体に身についてた状態の中ね、YouTube 数ヶ月前見てもらえばと思うんですが、すごく丸かったと思うんですけども、この体重60キロまでいった状態が数年続いていたんですが、にもかかわらず3ヶ月半でいきなり18キロ落とすことができました。要するに体重なんてね、いくらでもどうとでもなるんです。3ヶ月半で18キロ私落とせたんで、代謝がね落ちにくくなってるとかね、もうそんな言い訳ですから、もうできるんです、私はやってるから。なので今の見た目で全てを判断するのは非常にもったいないです。で、海外の後進国とかね、貧困で国とかっては、地域では飢餓状態が来ても生き残れる、そう健康な人だっていう風にやっぱりされていて、逆に人気があるぐらいなんですよ。だからもしね、おデブちゃん嫌だったら痩せてもらえばいいんですよ。もう結婚して一緒にジム行って痩せようっていうふうにすればいいだけのことなので、やっぱりね変えられます。なので一番の狙い目はね、太ってる人、ふくよかな人、おデブちゃん狙ってください。これ一番楽ですよ。だって元の顔の造形さえ良ければ実は美人ですから、そういうことです。ということで、まず後編のまとめです。第5位は地方住まい、第4位は子供を希望しない女性、第3位は婚歴がある女性、第2位は年上、そして第1位はふくよか太っている人、おデブちゃんですね。ということで、いかがでしたでしょうかね。なかなか皆さん狙わないと思うんですが、実はすごくいい人がいっぱいいるということですね。で、前回動画の第10位から第6位も含めたこの10個、これを狙うと皆さん穴場なんだけど、実はすごく素敵だなという女性と出会って幸せな結婚生活を送ることができます。ね、ぜひね皆さんね、ブルーオーシャン狙ってください。すごい幸せになれますよ。じゃあ質問です。意外と人気じゃない。意外と人気ではないんだけれども、実はすごく素敵な相手ってね、皆さんが思うブルーオーシャンの女性、ぜひどんな方でしょうか。これぜひねコメント欄教えていただければと思ってます。ということで、今日はね後編です。男性が婚活を成功させるブルーオーシャン戦略秘訣10個トップ10。続いてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして皆さんね、これ素敵なギフトありがとうございましたね。で、あと皆さんもね、ぜひね、すごく幸せな結婚生活をつかみたいって方はね、なかなかね結婚相談所活動してんだけどうまくいかないんよねっていう人は、ぜひねスマートブライダーをコンタクトください。うち成婚率 90% 以上、 95% 今マークしてます。下の概要欄かスマートブライダーホームページください。そして全国どこでも誰でも出会える婚活のオンラインパーティー、身元保証の方、これね参加できますので、これはねぜひ公式 LINE の方でお友達になっていただければと思います。今だったら私が30分無料婚活恋愛アドバイスをさせていただきますので、私がマンツーマンでね無料で30分の恋愛アドバイスってなかなかしてないのでね、ぜひこの機会にお見逃しなく。そして本ぜひご覧くださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。